ピエール・セルトンは、ルネサンス時代のフランスの作曲家。ジョス・カン・デ・プレイや、ジャン・ムートンより、後の世代の代表的作曲家の一人、フランス語シャンソンの発展に影響力を及ぼした。おそらくは、ムラン生まれだが、一生のほとんどをパリで過ごした。生涯に関する最初の記録は、フランス宮廷に仕えていた1527年に、 遡り、1530年には、ノートルダム大聖堂で休儀を行った角で不経済に問われ、危うく投獄されかけたが、分別盛りでないとの理由で許されている。この出来事から1510年から1520年までの間が青年と推測してよかろう。1536年には、サントシャペルの聖火隊長に就任し、生涯にわたってその任についた。 その後パリでの活動が認められ、ミュロン大聖堂三次会員の資格を得る。数々の大工業の組織に手助けしていたようで、間違いなくそのために、たくさんの音楽を提供している。有名な作曲家、クローダンド・セルミジの親友だったことは、間違いなく、これは、楽譜の賢治や、橋書き、1562年に作曲された痛ましい、愛歌などからも裏付けられる。 セルトンは八曲のミサ曲の他に、モテットや詩編章シャンソンスピリチュエル、加えて、おびただしい数のシャンソンを残した。セルトンの作曲様式は、どちらかといえば16世紀の作曲家の典型となっているが、大形式の作品、例えばより長大なミサ曲の非常に、単純な楽章による組み立てには、常には配慮されており、楽章内部は、緊張感と、 複雑さが一層際立っている。その上セルトンは、ホモフォニーとポリフォニーの間でテクスチャーを変化させる、ことに巧みであり、随時しばしば歌手の数や聖域を変化させた。セルトンのシャンソンは有名で、かつての軽快に踊るような四声帯のテクスチャーから、慎重な曲付けと、主上主義、より広い聖域とより、多くの声部数を特徴とする16世紀後半の、 作曲様式への変遷に影響力があった。同時代のイタリアのマドリガーレとの相互影響は明白だが、セルトンのシャンソンは、カルミア、フランス語そのもののリズムの特徴を保っている。なお、セルトンのパロディミサ曲には、当時のフランス民謡を定戦率とするミサ曲、アビニョンの橋の上で、ミサ、スユースルポンディアビニオンを作曲したが、原曲は、 今日知られている同盟の民謡の旋律とは異なっている。ありがとうございます。